ボタンエビは軟骨津な十脚目タラバエビ科に分類されるエビの一種である。市場や回転寿司などでは、この禁煙種の一部もボタンエビと呼ばれて流通している。本種はその中で、特に本ボタンエビや本ボタンと呼ばれている。海洋生物学者であった東京帝国大学農学部の横谷友博士の中央部付近と背部の赤みが濃い、殻から内臓が透き通って見える。 1> 第1から5複節の側面に各2個の赤い不定形の反紋がある。この反紋がボタンの花びらを散らしたように見えることが名前の由来であるという説と体色が全体に赤くボタン色が連想されたことが由来であるという説が見られる。画角は東京港の1から1.5倍と長い。東京港の背面の隆起は富山エビと比べると低い。日本海には分布せず、 太平洋側の宮城県沖南にだけ分布する日本固有種で大陸斜面の水深300から500メートルに生息する。かつては福島県の小名浜沖、東京湾、高知県の土佐湾などでも取れたが沖合底引き網漁の衰退により現在では千葉県の長子沖や静岡県の駿河湾、三重県の大和瀬沖などで少し取れるだけになってしまった。市場には ボタンエビの名で複数種の赤いエビが出回っている。坊主こんにゃくの市場魚介類図鑑サイトの記事に次のエピソードが書かれている。面白いのはあまりお目にかかれないボタンエビが10、数年ぶりにたくさん入荷したのが2003年。この時多くの仲買いがこれがボタンエビであるということがわからなかったはずだ。知っているのはエビを専門に扱う店の店員のみ。 なんだか色合いの悪いエビ棚根付けに苦しんでいる。仲買いを実際に見ている。坊主こんにゃくのお魚三枚日記、甘エビがくことはじめ例にボタンエビ10月から5月にかけて底引き網漁で捕獲される。ボタンエビは傷みやすいので生きたまま持ち帰るためには鮮度を保つ、いろいろな工夫が必要となる。卵は青緑色でプチプチしてビ味。 その大きさは3 4 2 3ト、mm、ルで、タラバエビ属では最大である。卵が大型であり、陽性は短縮発生するので、分散力は弱いと考えられる。一度に500-1200個程度を散乱し、メスが約1年にわたって放乱する。陽性の成長は卵黄依存型で、研究環境で6段階が確認されていて、陽性段階が1から4期。 後期予性段階が5内し6期である。飼育下では後期の発達した第2期にアルテミアを食べ始める。死有動体。優性先熟、すなわち若い個体は繁殖期がやってきた時にまずオスとして繁殖に参加するが成長するとメスに性転換する。このため体長13センチメートル前後を超える大型の個体はすべてメスとなる。エビの中でも魚獲量が 少なく、とても高価なので、料亭や高級寿司店以外であまり見かけられない。刺身や寿司で食べられている。ボタンエビの刺身さらに、しゃぶしゃぶや味噌汁、塩焼き、天ぷらやフライにもなり、殻まで食されることがある。魚器と同じ秋から、春が旬。生の実は、弾力があるがとろけるようで甘い。味噌は、メスより、オスが多く持っている。好む人は頭をすすって、 食べたりする。味噌は実際には肝臓や水臓の機能を持つ中長腺である。小持ちボタンエビも販売されている。調理例、ボタンエビの刺身の作り方、倍肉添え。本校の本ボタン、いわば競技のボタンエビは、みずみずしさや弾力は申し分ない種である。これに対して、禁煙のエビでも一般的な名称として内容を的確に示す場合は、 ボタンエビと称すことが消費者庁によって許されている。標準和名が、富山エビという禁煙のエビも、ボタンエビとして売られている。むしろボタンエビといえば、富山エビの方が圧倒的に多く流通している。富山エビは、富山湾、日本海、北海道、ロシアのオホーツク海などで漁獲される。多くの地方名がある。北海道噴火湾での地方名が、ボタンエビである。 韓国では、島根県竹島で漁獲されるエビを地方名、独島エビと称するが、富山エビあるいは他の2種のエビと言われている。ニュース映像で紹介されたのは、富山エビであった。富山エビは、親足に褐色の縞模様があり、東京港の成中流気が、ボタンエビよりも高く発達し、はっきりした白い斑紋が散在するのが目立つ。オレンジ色っぽい、ボタンエビに比べて、 富山海老は赤みが濃く、鮮度が落ちてもボタンエビより赤みが残る。富山海老は一般的にはボタンエビより価格は安い。それでも20センチメートル前後の体長が立派で身に弾力があり、ボタンエビと同様の美味しさで人気がある。カナダやアラスカから冷凍で輸入されるスポットエビもボタンエビと称され、高級ネタとして回転寿司や通信販売で出回っている。 カナダボタン、スポットプローンとも言う。東京部に白い縦じまがあって見分けやすい。第2および第5複節に白いスポット上半門があることが名前の由来である。ほとんどが冷凍物ではあるが、最大25センチメートルと身が大きく、太って立派なので高値で安定している。三陸南部、相模湾、紀伊半島など太平洋岸に生息するテラオボタンエビも、 ボタンエビと称され、かつては福島産が少量のみ流通していた。学角から東京港の西園に串状の長いトゲが並ぶのが特徴的である。刺身、塩焼き、味噌汁で食され、弾力は超プリプリ、旨味は一級という。以上の他にもボタンエビと呼ばれた、または現在も呼ばれることのある禁煙酒あるいは車エビ類のエビはいくつかある。 ありがとうございます。